こんにちは。突然なんですけども、あなたの家族が交通事故で命を奪われて、そしてその交通事故の加害者が無罪を主張したらどうしますか？私はね、さっきね、 YouTube でそのニュースを見たんですよ。いや、飯塚幸三さんの話ではありません。でも飯塚幸三さんの話もちょっと思い出しました。飯塚幸三さんもあれほどはっきりとね、二人の人に命を奪って多くの方に迷惑をかけて、自分勝手な理由だと思うんですよ、私はね。でもまあよくね、無罪を主張できたもんだなと思うんですよ。それとは別に、竹下通りで一人でも多く跳ねてやろうと思ったという動機で次々と人を跳ねてね、一生介護生活にもう送り込んだ人もいるわけですよ。ものすごく多くの人に迷惑をかけました。その竹下通り暴走被告に懲役20年求刑東京地裁というニュースが、まあ、あったんですけども、それはね、動画概要欄につけておきますけども、このね、被告が、まあ、統合失調症かなんかを理由にやっぱりね、無罪を主張してるんですよ。いや、このね、明らかなる殺意を持って車でもってね、無防備な人を次々と跳ねる、そういった人がね、ことが終わった後に、いや、精神的にこういう病気だから、統合失調病だからっていうことで無罪を主張するっていうことを、もちろん加害者の権利としてあるんでしょうけども、ただね、統合失調症の人それぞれが、他の人がね、いつかこいつ人を殺すんじゃないかっていうふうに思われるような偏見を呼ばないかなとか思っちゃうわけなんですよ。これ考えすぎですかね。まあ、どちらにしても被害者の方にしてみれば、腹渡の煮えくり返る思いだと思うんですよ。被害者のご家族とかね、どうなんですかね。なんかこれでいいんだろうかと思っちゃいます。ただね、精神的疾患があるから、だから罪を負えないっていうのはやっぱ分かることは分かるんですよ。ただ被害者の気持ちになってみたら、そして私自身が家族を奪われたことをやっぱり想像してしまうんですけども、やっぱりね、どうにもこうにやってらんないですね。まあ私は気が短いんで、もしかしたら光死亡死連続殺人事件のようにですね、自らの手でもう司法は当てにならないと思って、自分で何かことを起こしてしまうような、そんな衝動にすらね、駆られてしまいますけどね。皆さんいかがお考えですか？なんかその、まあ、平和ボケしてるんですかね、私の方が。何を考えてるんですかね。なんかこう割り切れないものを感じてしまいます。今更ながら命って何なんだろうとか思っちゃいますよね。そして人を害することっていうのは、なんでそんな気持ちを持って、しかもそれを行動に移せてしまうんだろうと。加害者の家族とか、どんな人生になってしまうんだろうかと、いろいろ想像してしまいました。ちょっとね、1分ぐらいのニュースなんで、下のリンクからぜひね、この事件を知っていただきたいなと思いますんで、ご覧いただければ幸いです。それでは。